いよいよ再建に向けた工事が本格化します。3年前に焼失した首里城正殿の再建に使用されるお材木を運ぶ木遣行列と起工式が今日行われました。首里城正殿再建に向けた柱が県民の思いを乗せ今首里城へと向かいます。今日行われたのは首里城の再建に使うお材木を運び入れる木遣行列です。礼服に身を包んだおよそ160人が中山門跡から守礼門までの綾城府道を練り歩き、琉球王国時代の儀式を再現しました。こちら木遣行列を一目見ようと地域の方が多く詰めかけています。国頭村の山から切り出された貴重な県産木、沖縄裏城菓子が首里の町へ届けられ、この後首里城へ運ばれます。首里城が燃えてすごく悲しくて涙もあふれて、今度新しく建て直すときには最初から最後まで見たいなって思いでずっと考えていたので、こういう儀式があるって初めて知って見れてよかったなと思います。木が太かった、めちゃくちゃ楽しみ。最高、何とも言えないもう首里でそういうお祭りができてもう最高です。木遣行列で運ばれたのは樹齢98年で長さ9メートル重さ4トンの沖縄裏城菓子です。初めてあんな大木を見るじゃないですか。もう生まれて初めての生涯でこれ以上見ることはないと思うんで素晴らしかったです。実際木を見て感動しました。早く素晴らしい首里城が復活できればなと思ってます。願ってます。木遣行列に先立ち琉球王国時代に工事の無事を願って歌われたウフグシクグエナも披露されました。もう涙が今でも思いますけどね、もうすごくショックでした。本当に大事に大事にね、もう作っていただいて皆さんのお力でね、もう楽しみです。木見てどうだった？おじさんが言う覚えているといいなと思います。またね、これからもう災難もないように僕らも願っています。午後には玉城知事らが出席して起工式が行われ、工事の安全を祈願しました。いよいよ再建に向けた工事がスタート。首里城正殿は2026年秋の完成を目指すことになっています。